このお話もらったけど断ったよって言ってて、あ、そうなんですか、はいって言ってたんですけど、それで最終的にそのスケジュールが空いたんで、入れましたって言われた時に、やっぱり長くやってる作品じゃないですまあか。ね。だからどういうこうグループ感、グルーヴ感、なんていうかっの、こいいな。現場が仕上がってるってそうことそうだね。そうそう、現場のね空気が、例えばほら、簡単なところから言うと座る位置とかもあるじゃないですか、ありま長す寿な。番組って。そういうのを含めどんな空気でやってるんだろうと思って行ったら、いやー普通でしたね。なんか空気とかないね、事務ない所の。ね。意外とドライな空気でびっくりしました。意外とドライだったね。そんなにわちゃわちゃしてないわでちしゃわちょ。ゃしてなかったですね。そんなね。悪ふざけ、悪目立ちしないかなっ て。そう、作品のテイストに反しておとなしい現場でびっくりしたのね。そんなにね、わちゃわちゃしないし、休憩時間とかも短いじゃん。短いですね。スピーディーにね、取っていくから。ババンバンっていくから、あんまりこう、わちゃわちゃしてお菓子食べたりなんかとか、そういう現場ではないからね。そうなんですよね。穏やかで優しい人が、中井さんもそうだし、石田さんとかもそうだし、雪乃さんとかもそうなんですけど、基本、物静かな人が多いので、でも、優しいんですよ、みんな。そうだね。そうそう。受け入れ体制は整っとるよっていう、ゲストには慣れたもんだぜっていう状態だったから、そうだね。なんか不安はなんか全然現場いてなくなりましたね。やりやすかったです。おお、よかったよかった。まあ僕らもおとなしい組なのでね。まあ確かに。まあよろずやがね、大体並んでたりするあ、そうあとはまあ本当にバラバラな並び順だから、特にね、金玉編はそんなにまあレギュラーが大量に押し寄せるっていう現場でも、確かに。玉が一番喋るかなぐらいで。そうだね。新選組がいるわけでもなかったしね。確かに。ね、鈴村君とかがいると、またそれはそれで空気が違ったりするんだけどね。なるほどね。確かに新選組一度も出なかったですもんそうそね。うそう。出てないからね。そうそう。優しい人たちに支えられて現場が出来上がっているのでね。だからせめていきなり来るゲストさんにちゃんと違和感なくというか、余計な緊張感なく入っていけるようなのはやります。聞かれた時にちゃんと真っ先に答えるようにだするね。し。そうそう、だからいい現場だなと思いましたよ。よかった。本当に。ありがたい。本当にね。クソみたいな現場って言われると本当によかった。二度と来れよ！二度と来れよ！バカ野郎！って言われる。逆にそんなアニメあんのかって話。ないな。もしも他のキャラをやるならどのキャラをやりたいですか？また困る質問だな、これ。いや、銀時ですよ。本当ですか？主役がやりたい。どうですか？出番少ねえんだもん。生臭えな、おい。生臭え話だよ、おい。出たいもん。主人公も出ない回ありますよ。あるからね。じゃあ、銀時ダメなら、新平がいいですよ。新平ね。でも、新あれ、平ピントはいいですよ。新平ピント大変よ。意外と難だっしいて、からすげえ正解率だし、絶対いいと思う。鈴間さん、神楽は？神楽？はい。ああ、神楽ね。神楽、いや、神楽って やって、やりたいですよ。そうですか。よろずやのどれかやりたい。どれか。貞治でもいいわ。貞治は。ダメ。あ、ダメなんだ。あいつさ、すげえ美味しいと思ったの。最初、1話とか出てたでしワンしょ？か言わないしね。そう。ワンとかしか言わないけど、あれもうずっと一緒にいんだと思ったら、全然出てないでしょ。バレた。全然出ない。ピカチュウとはわけが違うでしょ。オクタ以上に出てこねえ。でしょ？だからね、ミカコング先輩も、翻訳は、おつーちゃんだと思ってるんですけど、本来ならおつーは、あれ、金役ですからね。そうでしょ？って思ってたのよ、俺も。でも、その貞治すらももう希望がないでしょ？だから危ないとこだったなぁと思って。いや、危ない危ない。いや、ね、本気で狙ってたんです。いや、本気ですよ、何か。わ、恐ろしい。当たり前じゃないです。ガツガツやらないと、こういうこと。ガツガツ。ガツガツいかないブラックバスみたいですよ。そうですひどいなぁ。湖の生態系を破壊するわけですよ。ガツガツ。板尾の生態系も破壊しかねないことですよ。ほんと。そういうの大事ですよ。本当にね。生臭い話で終わったな。なんだこれ。じゃあ、こんな時。アイディア出しとかって担当の方が斎藤さんが言ってたりすそうでるんですか？ね。大体打ち合わせっていうのは何をするかっていうと、大体その来週どんな話やりましょうかというふうにこう打ち合わせして、ああでもないこうでもないと話して、じゃあこれこれこういうネタでやりましょうって決めて、それさんがそれをもとに書くんですけど、ただそれさんが割とひねくれ者なんで、一番びっくりしたのが打ち合わせして、まあ、何個かアイデア出すんですよ。じゃあ来週はよろずやが床屋を開く話か、その修行を積む話か、その誕生日会の話にしましょうって言って、で2、3日後に電話して、あ、今週どうすかって聞いたら、すいません、新八が宇宙人に誘拐されてる話になったんですけどって言われてるんで、あんまりこれ打ち合わせやんなくてもいいんじゃないかなと最近思い始めましてね。
打ち合わせの必要なしということで。どんだけひねくれ者なんだよ。まあ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 、なんとなくこうリアルな銀さんを想像していただければ近いかもしれない、ね、うん、そうですね、喋り口調とか結構あんな感じですね、うん。3つ目のテーマは、いつもドSな沖田が言った意外な一言とは。極上のドSキャラ沖田ですが、そんな沖田が一体どんなことを言ったのか、こちらは鈴村君に紹介していただきましょう。ここで銀魂らしさの帳尻が合うわけですね。もう最終的にもね、指さえ合ってれば。なるほど、なるほど、分かってきたぞ、はい、じゃあやってみましょうか。はい、ラジオネーム白玉さんからいただきました、はい、ドSな沖田の意外な一言とは。シャンパンの線抜く係、変わってください。あれも技術いりますよ。これ、さあ、ここ難しいな。難しいですよ。要するに、シャンパンの線を抜く係を変わるってことは、抜くときに誰かに向けるみたいなことでしょ。バーンってぶつけるわけですよ。そういうことでしょ、ちゃんとやっていこう。わかりました。次、全力で次、次、頑張ろう。よしよしよし、次、はい、もう頑張ろう。よしよしよし、うん。はい、じゃあ次は、ラジオネーム、ひかべみかんさんからいただきました。ドSな沖田の意外な一言とは。虫歯を削り終わるまでずっと手握っててください。ああ、意外だ、意外だ、意外だ。あの、今俺気づいたんだ。気づいた、今気づいた。これ意外な一言だ。意外な一言。だからさっきの3番も怖いんだよ。怖いんだ、抜くのが怖いんだ。そうです。ああ、今完璧、そうです、完璧刺された。意外だって。ほらほら、意外。ああ、だから俺頑張ってるけど、外の人は何言ってるんだろうな。そういう感じになってたんだ。そこに気づきましたか。ああ、俺だけだ。そこに気づきましたか。勘違いしてたの。あ、意外だった。意外、意外、意外。S なのにね。空気が。だから、鈴村さんは自分をいたぶり始めるっていうね。もうだんだん行けばいいよ。だんだん行けばいいよ。S、ね。S なのね。次行こうね。次行こうね。ラジオネーム、浦木さんからいただきました。ドSな沖田の意外な一言とは。ちょ、なんだよ、母さん。ノックぐらいしろよな。え、S なのにね。ね。親には弱いんですよ。ビクビクしちゃうんだろうね。親にはビクビクしてる。何してたんだろうね。いろいろビクビクしてたんですよ。してたんだろうね。まだ子供だってことだよね。そうですね。いやー、まだね、あんな、そういう、ね、やつなのにね。撃ったりね、すんのにね、あいつね。なんか老人みたいな人がいるね。ちょい外れ、それ、あれって。マジびっくりした、俺も。ちょい外だわ。なんで、東幹久みたいな感じだったんですか。東幹久って何だっけ。これは、ちょっと俺は、大やけどだな。ね、うん。これは、すごいわ。すごい。大惨事っていう。大惨事だね。うん。もうほんと怖い。はい。これちょっとしばらく渋谷には来ないかなって思ってますね。悔いのないように、取り直さないかな。そうはさせません。杉田君苦手なものある？苦手なものだらけですよ。まあまあまあな、うん、逆に弱点とかできないことだらけだったからできることを伸ばしたんです。あー、いいっすね、うん、平均化するよりはね。一番ダメなのはあれじゃないですか、歌って踊れじゃないですか。それはダメだ、俺もダメだ。本当に体ってこんなに動かないんだって。動かないね。で、なんでできる人って最初からできるんだろうっていうセンス、うん、それに加えて努力もちゃんとするんですよ。そう、ね、天才って俺努力の仕方が早く思いつく人だと思ってるんで。うん、いいことだね。なので、いや、やっぱり叶わないなって、やっぱできる人がやればいいんじゃないかななんて思うね、うん、思う。エンディングでキャラが踊ってるから君踊んなさいなって。1ヶ月半の特訓ですかって言って、横にいる小野大輔さんはすごい上手だから、もう大体作品が読めてきてるじゃねえか。やっぱりダンスの先生って言うんですよね、君やる気あんなって。言われるよな。言います、言います。本当にあれ、ね、あれ、うん、ないよって言うよ、やる気はないですって言って、で心の中でね。そう、私もモノローグでモノローグでやりましたけどね。だんだん声優業じゃなくなってきてる。だんだんやることが増えてきちゃってね。確かに。栄光の第1位を発表したいと思いますよ。アニメ全201話2回ランキング第1位は65話、少年はカブトムシを通し命の尊さを知る。みんなバカなんですか。カブト狩りの会かよ。どうした、なんで、え、銀魂ファンってどうした。え、なんかさ、なんかいい話あんじゃん、なんかあるじゃん。ありますよ。あるよね。
あれ？あ、なんでカブトの会なんだこれ。あれ？おかしくね？おかしいな。あれ？カブト狩り？カブト狩り？な、前回も入ってなかった、カブト狩りって。入ってましたね。なんだ、なんだカブト狩りには何があるんだ。みんな小学生なのか。さあ。カブト、うん、とりあえず理由見てみましょうか。ちょっと急いで理由を見ましょうか。はい。ラジオネーム、東京都ラジオネーム、さだちゃんまんじゅうさんです。はい。うんこを素手で握って鼻水をなすりつけてゲロまで吐いてのけるかぐらちゃん最高。ひでえな、おい。下ネタじゃん。続いて、岐阜県ラジオネーム、すずりさんでいいのかな。蜂蜜まみれの近藤さんが良い。みんな欲望しかねえじゃねえか、どうしたの？みんな理由がおかしいよ。鳥取県ラジオネーム、ただのしがない大学生さん、はい。この話は何度見ても笑います。近藤さんのハニー大作戦や土方さんのマヨネーズ塗りたくってるのには爆笑しました。だからさ、欲望しかない。続いて山口県ラジオネーム、もちもちうさぎさん、この話大好きで何回も見てしまいます。カブト狩りじゃーってセリフが大好き。なんかさ、もっと心に響くセリフあったじゃん。201話の中に。近藤、切腹しろ。そこなの？もうどうしたみんな。もうダメだ。どうしたったんだ。どうすればいいんだ。僕らももう、カブトムシを追うしかないですね。夢とともに。山行くか。山ですね、これ。青梅の方に。カブトムシ行くか。リアル山じゃないですか。リアルマウンテン。リアルマウンテンで。ちょっと険しいっすよ。険しいよ。ただね。涼しいよ。うわ、たまんね。DSGさんで、お供します。おいつうことで。